皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦です。スタッフの桃香です。このチャンネルは秋田県にありますビューティフルカーズがより多くの皆さんに楽で綺麗な愛車を楽しんでもらいたいということで制作しているチャンネルです。毎回洗車のコツなどをお伝えしてますので、ぜひ今回も最後までご覧ください。はい、はい、ということで今日はですね、はい、ちょっと意外と見落としがちなエンジンルームの中の掃除の方法をですね、うん、村上さんに教えていただきたいと思います。私自身こちらですね、新車から1回もエンジンルーム掃除してません。なるほど。エンジンルームは手入れした方がいいんだろうなという漠然な気持ちはありつつ、桃香さんの車ってことね、これ。そうです、これ私の車なんですけど。何年経ってるんですか？新車から2年経ってます。2年、エンジンルームの手入れをしてないということですね。してないです。でこちらハイブリッドの車なんですけれども、はい、まあ、電池があるのでちょっといじれないまま立ってます。ああ、ハイブリッドだからいじっちゃダメみたいなイメージがあるイメージがありつつ、でも汚いなとは思ってました。汚いですねいやその反応されると結構辛いです。外はだいぶ綺麗なのにね、まあ、外は一生懸命なるほど洗車してました。うん、まあ、このような感じにどうしようみたいな感じですか？なっております。ちょっと程よく蒸し蒸し、うん、ほら錆びてきてるよ。そう、錆びちゃってるんです。でもなんか触っちゃいけない気がして、水道水かけたら嫌だなと思って。掃除しないから錆びるんですよ、うんうん、でここ多分バッテリーかなーと思いつつ、このいっぱい機械とか配線とかがあるので怖くて触っていませんでした。このオレンジのね、配線はハイブリッドの高圧の配線はオレンジになる。うんうん、まあ、だからってこれ触ってバリバリして死ぬみたいなことはないと思いますけどね。はい、でも怖いからゴム手しますかね。じゃあまあ大事なのはですね、まずこのオレンジの配線、さっき言った通り電気自動車とかハイブリッドの車にはねよくあるんです、うんうん、これが高圧な配線なんで、うん、感電したらちょっと危ないんですよ。なので、うん、感電しないようにできてるんですけど、うん、感電したら危ないのでゴム手しましょう。はい、絶縁性能のあるね、はい、ゴム手に穴開いてたらいけないんで、ゴム手に穴が開いてないかどうか確認しましょう。で空気を入れてこうちゃんとこう漏れてないことを確認しましょう、うんうんうん、そしたら穴が開いてないですから、はい、僕ね整備士なんで、ちゃんと電気自動車の整備も習ってるんですよ。あ、そうなんですか。そうですよ。すごい。この間一回ちょっと水かけて洗おうかなと思ったんですけど、うん、怖くてやめたんですよ、うん、なんかこうコードがいっぱいあるじゃないですか、コードがこうたくさんいろんなところにあるじゃないですか、うんうん、怖いなと思って。そうですよね、まあ、水かけて洗ってもね問題ないようにはなってるんですけど、一般の人が水かける必要はないと思います。はい、ただこうやって汚れが溜まった状態だとね、何がいけないかというと、ホコリに水分が、だから砂ぼこりが泥みたいになるんですよ、水分で、うん、エンジンルームってさ外みたいなもんなんですよ、ほら下床が見える。あ、本当だ、ね、うん、下が見えるでしょ。見えます ね、 ね、だから下開いてんですよ、はい、だからもう外みたいなもんなのね。でここからもほらこうね、ラジエーターの冷却水とかこう雨とか降ってる時こう全部裏に抜けてくるわけだから、うん、水分入るんですよ、はい、でこの砂ぼこりに水分が入るとこうやって錆びてくるでしょ、うん、でここも錆びてるけど、例えばここも錆びてる、ほらこういうとこもほら錆びちゃうし、やば、泥のせいですね、砂とか。そうですよ、だからなるべく泥がない方がいいですよ、うん、あと例えばこういう配線もね、こういう配線あるでしょ、はい、そこいろんなところにカプラーがあるじゃないですか、うん、そこも同じ理由でこう泥がついてね、湿り気を帯びるとね、うん、これ配線も腐食したりしてね、あ、配線の不調の原因にもなるから、まあ、なるべく汚れは取っておいた方がいいです。腐食しちゃうんですね。そう、だからまあ綺麗なエンジンルームの方がエンジントラブルは少ないですね。うんうん、はい、今日使うものをちょっと今日使うもの紹介してほしい。別にあんまりなんか使い古しのマイクロファイバークロスと、うん、まあ、僕らは純水だけど別に水道の水でもいいと思います、うんうん、あとまあなんかコロイド洗浄剤かな、うちで言うと、はい、もし使うならこれくらいでいいです、うん、でね、エンジンルームってこう水をじゃんじゃんかけてもまあ大丈夫なんです本当は、うん、でもそれはやめた方がいいんで、普通の人はそうね、水でマイクロファイバー濡らして、はい、拭き掃除をしましょう。それだけで大丈夫ですよ。はい、こまめに拭ける範囲で
きましょう。ただまあこれ拭きにくいね、この形。これカバーなんですよね。カバーなんでね、別にこれこそどうでもいいんですよね。これカバーなんで。おお、わ、外れるんだ。うわぁ、なんかいよいよ触っちゃいけない空気を感じるんですけど。そんなことないですよ。これね、でこれゴムで3箇所、こことこことここで、ポチッ、ん？これこう、こうだから、こことこことここにポツン、ポチンって、ゴムがパチンってなってるだけなんで。うんうん、これカバーなんでね、これ外して洗ったら綺麗になりますよね。確かに。あとで洗ってみましょうか。はい。この辺とかがね、あのホコリかぶってると、腐食しちゃうから、これ点火プラグの、あのイグニッションコイルですよ。ガソリンエンジンの構造分かりますかね。火花飛ばすものがあるって覚えてますかね。分かんないですか。分かんないです、ね、分かんないんですか。分かんないまま運転しております。そうですか。いや、その4気筒エンジンだから4本ね、それぞれこの下にね、コイルが、はい、点火コイルがあって点火プラグがあって、うん、圧縮されたガソリンと混ざった混合機にこれで火花で火をつけてんですよ。なるほど。まあ、外そうと思えばすぐ外れますけどね、うん、すぐ外れるんですよ。外していいんですか。このネジ外してスポッと抜くと中からプラグ出てくるんですよ。へえ、ね、まあ、大したことはない。で、まあ、よくね、昔のエンジンってむき出しだったから、こうバーって水をかけてその後エンジンかけるとスポポ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 ってうまくエンジンかかなかったりするときは、ここのプラグホールに水入ってることが多くて、うん、そういうときはスポンって抜いて、うん、そこを水気をこうエアーで飛ばしてあげると治るみたいな、うん、今のエンジンはそういうことはない。 ありますよ。なんで、まあ、これプラグ関係とか、うん、あとね、もう一箇所あんまりかけない方がいいのは、発電機にあんまり水かけるとなんか調子悪くなりますね、うんうん、だからまあこの辺に大体ついてるんですよ、この下の方とかに、うんうん、まあ、そういうところに水かけないければ大丈夫、まあ、あとここにヒューズボックスとかもね、ここもだからまあそもそも水かけないですけど、ここもね開けるとこうやってほら、うわ、なんだ、いろんなヒューズが入ってるんですよ、うん、こんなにね。わ、でこれ水かけたら、この状態で水かけたらもう一巻の終わりですよ。これ車乗れなくなっちゃう。そう、いろんなヒューズがバチバチバチってね、うん、だから、まあ、水が入んないようにちゃんとカバーされてるから大丈夫ってことですよね、うんうん、なるほど、はい、まあ、普段開けることはなさそうですね、まあ、普通の人はね、うん、だから、まあ、こうやってね、泥を拭いてあげるだけで全然違う、まあ、こまめにね。ちょっと頻度としてはどのくらいがいいんですか。どうなんだろう、なんか 2,3 ヶ月に1回ぐらい拭いてあげてたら全然違うと思うよ。2年触らないとこうなっちゃう、ね、そうだね、もうこうなっちゃうとね、だいぶ真剣に拭かないと。まあ、こことかもちょっと細かいところ拭けないじゃないですか、うん、まあ、もう本当に拭きたかったらこれちょっとネジで外して拭けばいいんだけどさ、まあ、そんなことし、まあ、してもいいんだけど。おお、面白いね、これとかは。多分これエアクリーンなんだ、エアクリーンなんだね。バシバシ外してますけれども、これエアクリーンなんですよ。エンジンが吸う空気のフィルター、もう全然汚れてない。これ汚れてないんですね、うん、ここからエンジンの空気を、うんうん、面白いですね。ここから吸ってんだね、ここからエンジンの空気、ここから吸って入って、うんうん、でここからフィルターでエンジンがね、なんかゴミ吸っちゃわないようにこのフィルター通ってこう吸ってんだよね、うんうんうん、まあ、フィルターは定期点検で交換してくれてるのかもしれないですね。どうだろう、2年ぐらいだとあんまいいんじゃない。まあ、うん、でこれがあの空気の量を測るセンサーとかなんだよね、うん、うん、多分ね適当に言ってるけど、単純なんですよ車は。いや、こんないっぱい管とかコードとかあるとちょっと、あ、腰が痛い、怖いなと思ってました。そんなでもないですよ。本当ね、こう錆びないようにねちゃんと拭いてあげた方がいい、いい。まあ、ここがなんかハイブリッドのインバーター、うんうん、なんかね、これはなんかもう鉄金属でできてるから、なんかこれ毎回トヨタの車が なんかここがこんな感じになっちゃうんですよ、うんうん、よいしょ。ここがね、割と書いてるじゃん、警告、このカバーおよびコネクタは絶対に取り外さないでください、内部高電圧、
って書いてあるんですよ、うん、ここ触ってる分にやけどこのカバー取り外したりこのコネクタを抜いたりするとこうね本当何百ボルトっていう電気だから死んじゃうよ、感電死してしまう、感電死するかもしれないです、かもしれない、うん、気をつけましょう。触っていいところと触っちゃいけないところの区別がなかなかつきでもほらカプラを抜くの外すのだから別に抜いたり外さなかったら大丈夫なんです、うん、まあ、ここはなんか触っちゃいけない気はしてたんですよ。でも触っていいんですよ、だから、うん、開けたり抜いたりするのなってことですか、しなければ拭いても大丈夫、そうそうそう全然大丈夫です、まあゴム手してね一応ね、うん、ここら辺もほら絶対拭いた方がいいじゃん、これ鉄だからさ、うん、錆びるよね、うん、まあ本当なんかね拭くだけでいいんです、水をかける必要はないってことですか、ないと思います、うん、うん、まあかけてもいいけど、まあ、かけてなんかこう長いブラシでこうシャーッと掃除してエアでシューってやったりすればね、うん、まあそのなんか細かいところまで綺麗になりますけど、それをね皆さんがなんかやってもねリスクしかないじゃないですか、ここも錆びてる、うん、ほらここやばいね、これやばいね、まあでもこれはいいか、まあまあ、それは何の部品ですか、これねエンジンマウントだね、エンジンがぶら下がってるんだねこれで、うん、まあ、だからまあ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 錆びるものなんだな、これエンジン直接車体につけるとエンジンの振動でゴーッとなっちゃうでしょ、だからこのゴムを介してつけてんですよ、なるほど、それが錆びちゃってるんですね、そのゴムのゴムと鉄の部品だからその鉄の部分が錆びてるんですね、あらそう、まあなんかこうやってね手の届く範囲見える範囲こう拭いてあげるだけで全然違うと思うよ、だってもう見た目違うんじゃない、うん、パッと見違いますね、ね、全然違うじゃん、埃がすごい、2年分の埃がすごい積もってましたから、ね、そうですよね、そのウォッシャー液の交換動画見て、うん、なんかウォッシャータンクそのまま外せばよかったんじゃないんですかっていう声があったんですけど私外せんのかなと思って見たらもういよいよ外せない形してましたね、これこれウォッシャータンクこの下にあるじゃん、はい、ちょっと失礼、大体の車ってウォッシャータンクってバンパー外さないと取れないんですよ、あ、そうなんですね、うん、バンパー外して横に抜くんですよ、下に抜くというかこっち側に抜くんですよ、あ、このバンパーのところから、うん、だからそうそう外れないっすね、外れないんですね、そうそう外れないっすね、まあ、バンパー外さなくてもあれか、車を上に上げてこの下のカバー外すと下に抜けるかもしれないですね、でもウォッシャータンク外すためにそこまでしないですよね、そう、まあ、あの整備士の時はよくやりましたよ、うん、あのウォッシャー出なくなりましたみたいなことよくあるんですよ、ウォッシャーモーターとか交換しなきゃいけないから、うん、あの一般の方は外せないですね、そうですね、汚いですね結構、うん、まあ本当にすいません、何この動画ただただ拭いてるだけなのいやでも触っちゃいけないところと触っても大丈夫なところが分かったので、そうっすね、すごい参考になりました、まあどこもでも触っていいんです、基本的には、基本的にはそうっすよ、でまあ水かけて拭くとかよりは虫の死骸がそう、まああのさっきも言ったけど金属のパーツにね泥がついたまんまだともうサビの原因になるから、もう錆びちゃってましたね、これ多分綺麗になると思うけどね、ちょっと綺麗にしてみるか、何でもいいんです、あの普通のオイルスプレーみたいなよくねクレ556556って書いてるやつとかよく安く売ってるんですよ、うん、あとホームセンターのオリジナルのものとかもいっぱいありますけど、なんかなくてちょっといい和光図のやつしかなかったんでいいやつちょっといいやつ持ってきちゃったんです、ごめんなさい、何でもいいんで、はい、でこれ多分ちょっとこれ錆びてるからちょっとこれ緩めてね取ってちょっとこの油でやると錆取れると思うんですよ多分ね、よっよっこれちょっとこれ取らないと取りたいからさ俺今ちょっと、うん、取ってそれにちゃんと油させたいからですね、ここにちょっとスポット抜こうとしてます、抜いてですね、これをちょっと外したいかなと思って外れるんですね、外れますよそりゃ
あ、濡れますよ。これちょっとエンジンにゴミ入んないようにちょっとね、これエンジンにゴミ入んないように しといて、でこれちょっとさ、これね、エアクリーナーより内側だからさ、ここにゴミ入っちゃうとさ、あのね、エンジンが吸っちゃうから、うんうん、この中にエンジン、ゴミ入る、まあ、ここせっかく外したから拭いとくか、ね、すいません。ね、もう綺麗、まあ、これもこれ、ここ抜けばもう全部外れるんだけどね、うん、ここが空気を測る機械だって言ったじゃないですか、はい、ここにほらなんかセンサーが入ってるでしょ、うん、これでエアフロメーターって言って、これで空気の流れを測って、どんぐらい空気をエンジンが吸ってるかっていうのを正確に測ってるんですよ、うん、それに合わせたガソリンの量を吹かない、うん、出さないと、うん、ね、適度な濃さのガソリンにならないからね。なるほど。で、これでしょ、これが錆びててちょっと気分悪いじゃないないですか。ちょっとショックでしたね。ショックじゃないですか。だからまあこれに油さしてさ、ちょっと油さしてさ、取れないかな、油ちょっと意外と取れなそうだな、ね、ちょっとつけ置き洗いに付け置いとこうか。いやこれ黙って普通によくある556の方がよく落ちそうな気がするんだけど、ちょっとしばらく置いときましょう、はい、その間に他のとこを洗うか拭いていくかな。まあもう大体拭いたね。で、あとひたすら細かく拭いていきましょう。この裏側とかね、まあ、この辺とかも拭けばいいし、うんうん、まあ、ウォータースポットリムこの辺はウォータースポットリムーバーとか使ってね、きれいにしてあげてもいいし、うんうん、この後ろとかは洗車の後にね、いつも僕やってるじゃないですか、イージーグロスことなので、うんうん、拭いてあげてもいいし、であとはこれね、洗ってあげた方が良さそうじゃないですか。そ、蓄積されてる汚れがすごいですね、うん、はぁ、何で洗おうか、何でもいいんですよ。なんか僕だったらこれあ、豚毛のブラシのちっちゃいブラシなんだけど、こういうの洗ってもいいし、水かけてちょっとコロイドかけてね、はい、なんかうちがいつもタイヤ洗うときに使うこれとかいいかも、あの豚毛の小判型ブラシ、ね、小判型ブラシ、これでちょっとまだ表面これザラザラしてるからさ、はい、まあ、これでもいいし、ちょっともうちょっと細かく洗いたかったらこっちでこうね、これでもいいし、うん、よいしょ、すすぐか、おお、ね、すごい綺麗になりました。でまああとはエアーでシューってやったら本当はすぐ乾くけど、まあ、エアー普通みんな持ってないと思うんで、あと拭けばいいよね。でちょっとここはね、ブラシで洗えなかったからちゃんと拭いてあげたらいいよね、うんうんうん、ちょっとここが気になるけどね気になるけど、で別にこれ裏濡れちゃダメなものも別についてないしね、うんうん、そんなんでいいんじゃない。もう綺麗になったんでこれ後で、でその間にこっちがサビが浮いてきてたらいいんですけどね。あんま取れなかったね。ちょっと取れるかなと思ったんだけどな。取りてえな。まあこんな手間かけてるんだったら買ってくればいいんだけどね。これ安いから。そうなんですね。明らかに安いじゃんこれ。うん、まあこれ塗っときゃ錆止めにもなるからね。ち
あ、もちろん最終量は綺麗になります。最終量は綺麗。まあ、普通の人はいやこんな外さなくていいと思いますけど、まあ、外したからって大したことはないって、うん、これは何エンジンの、ね、空気吸ってるんで あれですよ、シュノーケリングする時のシュノーケルみたいなもんですよ。はい、空気が通る管ってことですね。そうですよ、ただそれだけですよ。そもそもボンネット開けることはあんまりなくて、まあね、ボンネット開けてちょっと拭いてあげるっていうだけで全然違います、うん、ということですよ。そうです ねこんなことはしなくていいんですよ。だからいつも拭いてればいやだからもう これからはちゃんと拭けるっていう、ね、でこういうほら隅々がちょっと残るじゃない、そういうのも気になるんだったらなんかヘラとかね、うん、にクロス巻きつければちゃんと角まで拭けるでしょ、うんうんうん、そうやってやってあげればまあいいんですよ。よいしょ。まあ、なんか整備士の人が見てて、ちげえよと思ってるかもしれない。もともと整備士なんだけど、うん、この車をいつも整備してるわけじゃないんで。まあ、そうですよね。ディーラーの整備士やってるとね、ディーラーの整備士、僕ももともと日産のディーラーの整備士だったんですけどね、はい、ディーラーの整備士って同じ車を毎日いじるんで、その車だけすげえ上手になるんですよ。あ、その車種、その日産の車だけはすごい上手になるんですよ、うん、でたまにトヨタの車とか入ってくるとえーみたいになるんですよ。えーみたいに。あとまあ日産だったらほら日産の車のその整備のためのマニュアルみたいなのある、まあ、作ってる会社だからさ、うん、完璧に揃ってるわけですよ、うん、だから分かんなかったら全部見れるでしょ、うん、トヨタとか何もないから、うん、そうですね、今みたいに想像でやるしかないから多分みたいになる多分だけどねってなっちゃうんですよね。そうなんです。だから面白いですよ。日産でなんかトヨタの車入ってきてちょっとよく分かんなくてトヨタとかに持っていくとなんかトヨタの人が若干ドヤ顔でああみたいになるんですよ。で逆にたまにトヨタに日産の車入ってきてトヨタの人たちが分かんなくて日産に持ってくると俺たちがドヤ顔するんです。お互いドヤ顔。まあそう。僕はあんましなかった。僕はあんまりドヤ顔しなかったです。意外と。うん、だってそんなのお互い様だから。うん、でも結構みんなドヤ顔するんですよ。面白い。ね。綺麗になりました。なんか外れてエンジンかからなかったりして、ちゃんとやったよね。調子に乗っていろいろ外しちゃったからね。じゃそんな外して大丈夫かなと思いながら見てましたけど。まあ、かかんなかったらかかんなかったってことで。非常にまずいです、ね。トヨタに持っていきましょう。そういう時は。そうですね、買ったトヨタなんか社長が適当にいろいろ外しちゃったんですって。うん、綺麗ね。こんなでいい、これただの素人じゃねえかって突っ込まれない、これ。え、ただの素人が拭いてるだけの動画じゃねえかってなんない。え、でも触っちゃダメなところが分かったので非常に勉強になりましたけど皆さんはどうなんですかね。どこが触っちゃダメなとこだっけ。あんまりこことか、あ、まあ、外すなってだけだよ。ここそう、うん、外すなってことだよ、うん、こんな感じでさ、まあ今日一回ねちょこっと拭いただけでだいぶ綺麗だから、うん、毎回こんな感じでさ拭いてあげて、でまあなんか余裕があったらこのイージーグロスコートナノっていううちのボディに使うコーティング剤とかをこうシュッてやって、うん、こう拭いてあげたらコーティングもされるからね、うんうんうん、綺麗に塗っちゃダメなとこ別にないですからね。あ、OK なんですね。 OK なんでね。じゃあ汚れがつきにくくなるということですね。そうですね、ここなんかまさに塗装面だからね、うん、気になると思いますよ。確かに、うん、普段の洗車にプラスしてたまにお手入れしたらいいですね。はい、すごい。すごいか。だってあんなにだって茶色かったじゃないですか。そうですね。ちょっと僕あんま感動がないんですけど、こう施工前施工後ってこう比べたら分かるかもしれないですね。そう、こういう感じで綺麗になりました、はいはい、じゃあ持ち主の桃香さんどうでしょうか。すっきりしました。すっきりしました。強かったですね、うん、まあでも、まあ、錆びちゃってるとこもあったんで、これはやっぱり日頃からやってなきゃダメだったなと。こっちもヒューズボックスですね。ここもほら、ね、お気軽に外してるけど戻せるのかな俺。結構気軽に外しますね。え、そう、なんか気軽に外れるよっていうのはちょっとみんなに見せようかなと思って、うんうん、
いや皆さんが勉強になればそれでいいです、はいはい、さっき配線のりで抜いたんですけど、配線あんまりブチブチ抜くとエラーコードが出ちゃったりすることもあるんで、これ蓋外してるだけだからいいんですけど、こことかも、この例えばこうエアフローメーター抜いちゃったりすると、もしかしたらこうエアフローメーター不良みたいな信号をね拾っちゃうかもしれないんで、気軽に線抜きまくるのはやめた方がいいですよ。まあ、さっきのイグニッションコイルは、まあ、僕の経験上多分実着大丈夫だと思って抜きました。ダメだったらディーラーに行ってエラー消してもらってわかりました。はい、じゃあみんな抜かない方がいいですよ。はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで今日は、はい、エンジンルームの清掃の方法について、そうまさに清掃って感じですね、はいはい、教えていただきました、はい、もう水とかは使わないんでね、洗浄とまではいかないんですけど、うん、まあ、気軽に全然お手入れできますよということと、こまめにお手入れすると機器類の腐食、コードの腐食なども防げて、こうお車を長く乗れる秘訣にもなるんじゃないかなと思いました。ちょっと村上さん気になって拭いてますけれども、ここ汚い、ここ、ここちょっとブラシで洗いてんない、ここだったら水かけてもね、何にもつかないからね、ちょっと本当はブラシで洗いてんな、ちょっとまあいいですチーン、はい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 、ということで今日の動画面白かった、参考になったという方は、はい、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またコメント欄にもたくさんコメントお待ちしてます、はい、じゃあまた次も役立つ動画を撮りたいと思ってますので、ぜひ次の動画も楽しみにしてください。ありがとうございます。洗いたいなここその後ちょっと結局そこ我慢できずに出しております。まあこの移動ですね、ボディには絶対使わないやつ。ボディには使わないブラシです。そう、こういうとこはね、こう慣れてもしょうがないから、こうツンツンやるんですよ。慣れてもさ、そのこのパネルの隙間の汚れは取れないから、うん、ね。なんか茶色い汚れとかすごい出てきてます。そうですね。ツンツンやるんですよ。でここがねヒューズボックスだから、まあその中に水入ったらおしまいなんですよ。でもまあ別に入らないでしょ、これだったら、うん、お、綺麗になった。あとはね、乾けば OK よ。この水で洗って純水で流す。そう、どう、あ、めっちゃ綺麗になった。よかったよかった。ホコリだらけだったんですけども、この中がツヤツヤになっております。ついでに大サービスで、このなんか錆びてるのちょっとかわいそうだから、ここに錆止めスプレーをちょっとかけて気持ちもう錆が進行しませんようにってお祈りを込めてちょっと油さして、はい、はい、ありがとうございましたありがとうございます。